はい、えー。いつもご覧いただきましてありがとうございます。腕時計のあれこれです。えー、だいぶ久しぶりの投稿になりました。忙しくさせていただいております。今日は、えー、ちょっと珍しいベルト作りを頼まれたので、えー、分解から上げていこうかなと思います。えー、カルティエのロードスター、えー、という時計のベルトですね。あの、いわゆるこの専用形状の、えー 留め金、ね、ベルトに固定するパーツですね。になっているので、こう、基本的にはこれ純正品しか、はまらない時計になっているんです。えー、結構、こう、横から見るとこう肉厚でね。で、こう、斜めになっていて、で、えー、とにかくこの付け根の形状が、 もうこの専用パーツでないとハマらないので、社外品のこういうのが出ていたりするんですけれども、今回する内容としては、この金具を再利用して、近い形を造形して、バックルもこの,このように使い回すというですね、ものでいこうと思います。まずは分解をしないことにはこれが始まりませんので、分解をしていきます。ちょっと珍しいベルトなのでね、 資料として、えー、情報を残しておきたいので動画を撮っていきますまずはもう一から分解していく感じですねなかなか珍しいベルトですねこれはああの初めて頼まれた自分にとってはですねで どうしてもこれ専用のものじゃないとはまらないので高いんですよね純正品は。で社外品はこう海外製でね売ってはいるにはいるんですけれどもこう付け根の調子が悪かったりあとあの革そのものが。 こう合皮だったり型押しだったりこ粗末なものが多いのでせっかく高級な時計なので、まあ、純正をね使う人が多いとは思うんですけれどもどうせ1年2年で使い切るものに凄、えー、まじい額あと好きな色が選べなかったりもするのでこの色はこの色みたいな。 のが決まっていたりちょっとイメージを変えたいなっていう時にこう幅広い選択肢がなかったりもするので、えー、今回はこれに赤いベルトをつけると、えー、つけると言いますか作るっていう感じですねでいこうと思いますまず今は、えー、バックルを分解しています 今回は折り返しじゃなくて、あの、ループ状にしてやろうかなと思います。長さをね、えー、記録として残して。うん。その方が、この折り返しの内側に来る、この剣先がね、これ気持ち悪いんでね、あの、手首にこの、 銀面がくるっていうのが。あまり。感覚のいいものではないので。えー、長さを。こう測った上で、その専用サイズで。作ります。なのでもう一発で長さを決めちゃうので。あまり、あまりと言いますか。根本的には替えが。効かない。他の人にこうサイズを合わせるということができない仕様で作ろうと思っています。 バックル今分解終わりました。これは後で超音波線浄引っ掛けますで長さを記録として残るんですけれどもこっちは、えー、8ンチ、えー、こっちがこの間隔でいくと8.5から9っていうところですね、えー、長さを取る ところとしてはこうこの面からこの垂直の長さになるのでうんバランス的にはこれ88で取っていいかもしれないですね8チ八8ンチでちょうどいい感じになりますねエンドとあれで。 長さが分かりましたので、えー、早速分解していこうかなと思います中の構造も把握しているので可能な限り正当な感じで分解をしていきたいと思います結構ねこれ自分バラすの初めてなんでこの記録映像っていうのはいい参考になると思うんですよね今後も、えー、このタイプ、えー、ご依頼来たらやらせていただこうかなと 思います。で中のこう骨格とか厚みを出すために芯材を使うんですけどそれは、えっと、レーザー彫刻ーっていうのを入れたのでそれで正確な大きさで加工して表側もそれで造形して、えー、いこうかなと思います裏の皮は比較的撥水性やこう抗菌性のある、えー、人工皮革 コーヒーヒでいこうかなと思いますあの結構いいね裏の皮今取り扱っていてこう人によってやっぱりね裏の皮がかなり大臭で臭くなっちゃう方もいるのであの抗菌力のある生地ですねこう菌が繁殖しにくい生地っていうのがあるのでこうねこう日本人の こう特性として、ラバーこそが素晴らしいみたいな今文化になってるんですけど、全くそんなことはなくて、むしろ、あの、肌触りも悪いし、痒くなるし、僕はあの、アンチラバー派なんですよ。こうやって結局割れるしね。水が染み込まないみたいな何かそこのね、安易なこう感覚でまとまっちゃってるこの文化は良くないなと思います。僕、普通に純粋な生地、 当然水を吸い込むとあのよくないんですけど肌触りがいいのは間違いないので、えー、考え方ですよね真夏だけは違うので行ったりとか、えー、本当にタイプに合わせて、えー、使うべきだと思います結構このもうベルトは、うん、時間経って傷んじゃってますね この中のパーツはかなり分厚さがあるのでどういうふうになっているのか見るのがちょっと楽しみですね。これ結構バラすのに時間かかるのでこっからは早送りになります。 裏側が剥が剥れたので、えー、結構大発見があったので、あのー、一回ちょっとここで止めてみましたうんあのー、これねミシンって普通こう表から裏からこう貫通してこうクロスして表の糸と裏の糸の色変えるんですけどこれねあのー、マジで意味ないんですけどこれねこの薄い裏のこのラバーの皮だけをこの糸で一回ぐるっと。 だから今さっき、この糸切りでこう、ほぐしてた意味なかったです。これ全部。ただこの薄い生地だけを塗って、それであの強力なゴム糊でただくっつけてただけでした。あの、正直、あの、がっかりですね。えー、超強力な接着剤でただくっついてただけに過ぎないっていうですね。 あの、強度も何もない、うん、うん、感じのベルトですね。これは、えー、が、まあ、こういう大きな、メーカーの実態なんだな、っていうね。うん。これに何万、かなり10万近くも出す、えー、ってのは、まあ、しょうがないんだよね。これしかないし、このデザインだからね。うん。で、まあ、こういうスタイルで量産してるから、 そう受け入れるんですけど、実際バラしてみると、あのー、非常に粗末だったっていうことが分かりました。あの、うまくね、ここまかそうとしてる感じですね。で、中のパーツをこう見ていくと、これがね、結構硬いラバー素材っぽくて、なんだったらこれは使い回せそうかなっていうのは今思ってますね。えー、で、まあ、減り返し仕立てではあるんですけれども、えー こう極めて薄くしてるんですねこの皮をねうんもう本当にこうフェイクって感じがするのでやっぱりいい皮はある程度厚みを残したまま使うからこう固形感があると思うのでちょっとそこは、えー、すごい今からバラしていって、えー、どういう風にしようかっていうのを考えてみますこの辺とかも一般的な、えー、芯材の中でも、えー、ちょっと硬めの 物を使ってるかな。ここだけあのほぼこうゴムに近いような素材を使ってますね、えー、またちょっと分解タイムラプス飛ばしていきましょう バラして構造を把握することができました、えー。完全にここはですね、タイヤのゴムみたいなゴムパーツになってます。で、えー、もう前から後ろからこれ貫通してなかったです。この薄く塗って、もうステッチは本当飾りステッチですね、を、えー、行ったものを このところに、こう巻き込みで貼り付けて、要するに強力なこれゴムのりですね。で貼り付けて、えいたという感じですね。だからやっぱり、こう、シワもよるし、剥離もする可能性もあるんですが、強力なもうとにかく接着剤で固定させて、で、あのー、 行っていたってていいたう感じです、ね、まあ折り返していたのでこうこういうあの曲げた時こ,ここね減り返し仕立てだったからこうしわが寄った時にここに隙間が生まれないではあったんですけれども、まあ、極めて皮を薄くした状態で減り返して、えー、行っていたということが分かりましたでこのここより先の先端に関しては綿のようなあの綿の あの、芯材ですね。を使って、えー、こう、こう、行っていた感じですね。こういう感じで。ここから、あの、延長していたと。えー、従いまして、私は今これ、皮で、えー、減り返しか、革もう、あの、切り身仕立てで側面、これは、ちゃんとしっかりさせるかっていうの今、試案してみようかなと思います。で、ここが、 完全に取れるわけではない。もうこれ一体なので、これをこのまま使って、えー、作ります。えー、減り返し、切り身どうしようかなーまあ、側面ね、このタイプでもしっかり、あの、樹脂の,あのベースで、こう、埋められますので、うん、そっちの方がいいかなって今思ってますね。こう、返してで、えー、折り曲げにも強くしていこうかなと思います。まずは、えー、一段階ちょっと分解の、 段階ですね、うんまあ、やっぱりこういう感じなので市販品とかそれだけみたいな感じにする作戦が見えるベルトではあるんですけれどもロードスターね、えー、ただここの中の樹脂さえへたっていなければここの金具さえへたっていなかったら、えー、利用して、えー、外装できるかなと思いますただまあそれが1年後2年後 あの壊れた時にまた再度こう分解して再度このパーツを使って、えー、できるようにはしたいなと思うんですね、えー、だから下手にここを貫通させて縫わないとか、えー、を考えて行います一段階まず分解です次の、えー、段階に進みの動画をご覧になってください